スワンナプーム駅は、太陽国、サムットプラカーン県バーンプリー郡にある、空港連絡鉄道エアポートレールリンクの駅である。スワンナプーム国際空港両客ターミナルに、直結している。なお、チェックインカウンターは4階、到着ロビーは2階である。地下1階、地下2階が当駅フロアになっており、地下1階にある、乗車券窓口には、 自動券売機もあり5枚まで一度に購入できる。2面4線のプラットホームは地下2階にあり、開業当初はエクスプレスとシティラインのホームに分かれていた。ホームにはフルスクリーンタイプのホームドアが設置されており、安全性が保たれている。またこれは冷房効果を逃がさないための保冷の意味を合わせ持つ。当駅よりシティラインは おおむね12分間隔で運行されている。なお、エクスプレスは廃止されたため、現在は、各駅停車であるシティラインのみの運行である。以下は、エクスプレス運行当時のもの。王国の鉄路大鉄道の歴史 P325、バンコク、高架鉄道が、開業首都中心から空港まで15分、共同通信。ありがとうございます。